はい、お待たせしました。ただいまより12月4日長野 TRF ガローマークオザウルス2オン2大会始めます。はい、ありがとうございます。本日の大会参加者22名11チームご参加いただきました。ありがとうございます。それでは早速ゼロ回戦の方から始めていきましょう。どっからやろうかな。ここからやりますか。上からやります。はい、たくさんの北斗丸と和田ロック見てロック始めましたさんのロックのチームと和田さんのジェイ君と、カナさんのジニーでお願いします。はい、はい、お願いします。まあ、カナさんと和田さんに関してはね、はい、もういきなりなんで、はい、いきなり来ちゃったんでね、これ、はい、入れますかと、はい、入れましょうとやってください。あいさん何を言いたいですか。え、いやいやいや、はい、言葉の通りです。はい、あ、はい、本日2on2ですね。早稲田式でやります。はい、早稲田でやりますんで、先方同士対象同士が戦っていただいて、1対1になった時、勝った人同士で対戦で決定戦を行いますので、よろしくお願いします。はい、そうね、はい、じゃんけんで、1P か 2P かですね。奥側が 1P で通路側が 2P、 そちらの方の決定か、キャラクターの後出し権を決めていただきます。はい、はい、そうね、今回、はい、久しぶりの土曜日出勤なんですけどね。そうですね、林さん遅番珍しいですね。なんか、あれですね、なんか、はい、話によると、はい、土曜日だけは R さんがすごい激しくなるって聞いて、ええ、すっごい乱れると聞いて、R さんが、まあ、ある意味はちょっといない。そうですね、林さん何を言いたいですか。R さんすっごい乱れるって聞いたから、林さん何を言いたいですか。そう、ついつい来ちゃったみたいなでも、まあ、本来だったらモミさんが土曜日遅番なんですけど、はい、まあ、適当に千葉の方に弾いてちょっと、はい、そう、今マルシカクさんのうちで、ね、結構何人かで飲んでるんです。そう、あっちの方弾いて、はい、はい、田中さんが呼ばれなくて、アールさんも呼ばれてないから多分ワンチャン進めてるかな、はい、可能性は。今現在ちょっとじゃんけんして席決めてるんで、あ、はい、はい、ではお互い決まったらスタートボタンを押して始めてください。はい、お願いします。アールさんいじっても答えてくれないからねそれはでもね、じゃあキャッチャーさんに考えてやりたい方ですわ。はい、まず先方ですね、出てくるのが 1P 側はジェニーということは、カナさんのジェニー、 2P 側はワタロック見てロック始めましたさんのロック。まず開幕ハリアビー、ロックキッチンフェイント、エンビー、これは固めができている、クラックカウンターでゲージを貯める、アップでしっかりガードキャンセル、あ、これハリアビーを使って固めていく、ロック側切り返しが乏しいためこれは厳しい展開、画面端に追い込んでしまう、しかし冷静に対処する。ジェニー側体力状況ほぼ五分でゲージもお互い1ゲージできた。まずハリアビー固めていく、決定のダメージかつゲージも溜まる。さあ、ここで画面端ロックはなかなか動けない、じゃあ外れているが、ここで外気が出ない、あれで4段目の派生出し切られてしまうとガーキャンも潰されてしまう、この読み合いがつらい。最後もハリアビー、ロックが逃げられないこの展開。まず1ラウンド目カナジェニー、まあ、2ラウンド目再度ハリアビー、これで画面端へ、今度は右端に追い詰められるロックカバー、ここでしっかりオーロラを使って追撃、ロックは TOP、 ここでサイドハリアビー、ロックはなんとか前方ジャンプで画面端脱出、壊しからタイムアップ、しかし繋がっていなかった、ノーキャンセルでも繋がる連続技ですが若干タイムが遅れてしまった。最後は攻撃判定の強いジャンプ D を当てて、はい、勝ったのがカナさんになります。早稲田なんで、ちょっと待っていただいていいですか。 CPU 戦が終わって、コンティニュー画面が終わったらお互いスタートボタンを押して始めていただきますんで、はい、ご協力お願いします。コンティニューが終わったらじゃないか、コンティニュー画面に入ってないです、はい、あ、そうですね、コンティニュー画面が見えたらもう入っている。1ラウンド設定になってるので CPU が、相手のキャラクターをちょっと倒すまでお待ちください。え、ちょっと1じゃない、林さん珍しいですね、ミスっちゃう、はい、あー、なるほど、じゃあ設定し直してもらっていいですか。はい、リセットかけるついでに、土曜日、はい、土曜日というか遅番が久々の早人さん、はい、やっちゃいましたね。珍しいですね、林さん本当仕事できる人なんでこういうミスあんまないんですけど、らしくないですね、はい、やっぱりスペジネばっかやってたからですかね、はい、スペジネで影響見つけてるからっすよ、林さん、あ
コロスターさんの話なんですけどね、林さんに会えるのはね、なんか新生のニートがね、どっかのわけのわかんないやつだけだと、はい、あ、さっきもそれ南海さんだって話しましたね。あ、林さん基本的に平日の早番だけなんで、はいはい、では、気を取り直していきましょう。続いてですね、ゼロ回戦最初の試合ですね、大将戦の対決、はい、出てくるのが、1P 側和田さんのジェイ君、 2P 側がタクさんのホッキマル。あ、来ました、ジェイ君対ホッキマル。ジェイ君側 TOP 真ん中の配置、ホッキマルが先頭。あ、近距離しっかりガーキャン2段取ってからの流星落、これは見事落下者の強。しかし相手しっかり見ていた、あの技も隙があります。さあここでしっかり投げ、通常投げを使って画面端に追い込まれていく。これは厳しい。ホッキマル何度か抜け出す、しゃがみにコンビネーション。しかしこの優秀な牽制、立ち絵としゃがみへしっかり駆使して、ジェイフン側橋脚をしっかりフェイント、突き落としていく。最後は垂直ジャンプで通常技を振って、まず1ラウンド目盤石で取っていく、またジェイフン。さあこれでジェイフンがようやく1ゲージ。焼却口からブレーキング見せてしまう。ここでしっかり長期手裏剣当てて体力リードを奪っていく、ホッカール側。しかしジェフ未だに TOP 状態、まだわからない。ここで投げ落とす。さあめくりのセットプレー、しっかり体力が再度投げ、壊し壊しから砲脚。さあ防御力の低いホッカール、これがガッツリ減る。さあ残り削り圏内か、しかし金 D から手裏剣切り返す。最後は詳しい、しっかり刺して、はい、これで勝利が確定しました。勝ったのがワンピーガーのチーム、和田さんとコナさんのチームになります。おめでとうございます。ほでは続いてのゼロ回戦に行きましょう。田村さんのマルコ、カノボさんのドンファンと、ゴンちゃんのホタル、順郎さんのガトーでお願いします。はい、やるか。ファイナルラウンド、ファイト。はい、4人とも揃ってらっしゃいますか。はい、今日は月下勢の方が参加していただいてるんですかね。ここの敵が違うんだよ。はい、アールムーンさんに、はい、コバさんの実況、コバさんっぽい実況をやってもらいたいの気がするの自分だけど、ね、閉店前放送だから、なんかコバさんがなんかアールムーンさんと声がよく間違えられるという話があった、という話をしてたんですけども、なんか坪さんと小葉さんもよく声が似てるって言われますよね、はい、いや1回ぐらいね、小葉さんとアールムーンさんの画廊実況、はい、だダブル OK ね、確かに、ね、月下やってほしいんですけどね、はい、月下が画廊。はい、ではお互い席ついてますね。では始めていきましょう。まず先方出てくるのが 1P 側カノボさんのドンファン、 2P 側がドンちゃんのホダル。お互い TOP は先頭、まあ、なるべくこの TOP 守って戦いたい両者。ここでしっかりガーキャンの原始状発生2フレーム。あ、キンディフェイントしゃがみし拍手を打って相手を画面端に追い込んでいく。あ、高周段うまく使って画面端からドンファンを逃がさない。ゲージを食べたいドンファン、なんとか前を離したいが、ホタル側中距離の前をキープ、しっかり見ている。エンディを差し込む、サイド攻守だから連結中。あ、ゲージためをかけて逃げていく。この間合い取り、間合いの管理、この 体力リードしっかり守っている。しかし空中だけの耐え切り決まって、画面端セットプレー、 PD から自然角雷鳴山、しかし中段技崩れない。ホタル側サイド連結中、タイムオーバー近いため逃げを選択。サイドは攻守だ、これは素晴らしい。はい、ボタン効かない。ああ、はい、林さん、林さん、ストップでお願いします。ありがとうございます。はい、林さんボタンが効かないみたいです。はい、はい、すいません、ちょっとボタントラブルです。はい、いや、とりあえず1ラウンド終わったんで、ラウンド取った側のゴンちゃんからの申請なんで、ラウンド再現だけしましょうか。お互い2ゲージ溜まってましたかね。そしたらゲージ再現もしますけど、あ、これはもう再現しやすくていいですね。はい、あ、これはまあ再現しやすいですね。ゲージ溜めた後に1ラウンド取ってもらえば終わりなんです。はい、今メンテ中なんでしばらくお待ちください。
あ、ニコ生宣伝していただいた方がいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。テリーマンさん、はい、テムさん、はい、ありがとうございます。やべえ、私もまだ500ポイントぐらい残ってるんですよね。あ、申し訳ない。自分コノストさんの動画と、はい、あのブレイカーズの動画で宣伝しちゃったんだよな、はい、みたいな、はい、あ、カテゴリー間違い、はい、あ、大丈夫ですか。では、ゲージお互い2ゲージ溜まってたんで、ゲージ溜めていただいてからホタルが1ラウンド取る形で再現しましょう。はい、それでお願いします。ではワンピが乱入で始めてください。はい、お願いします。この組み合わせホタルがもう落とせないはずなんですけどね。そうですね、はい、お互いゲージをフルで溜めた後に、はい、ホタル側が1ラウンド取っていただいて、はい、再現します。あー、そっか、ブレイカーズ宣伝したのは私ですよ。はい、まずゲージ溜めですね。はい、とにかくとにかく同士連絡を使ってゲージを溜めていただきます。一番いいゲージの溜め方法を頼む、はい、OK ですね。じゃあこれでホタル側が1ラウンド取って次のラウンドからスタートという形でお願いします。はい、これで OK ですね。再現終了です。では次のラウンドから試合開始。あ、お互い TOP 戦闘ゲージマックス。あ、お互いジャンプでの様子見が続く。うかつに技は振れません。技を振ると着地硬直が増えてしまいます。ドンファン側としてはその着地硬直にスーパードンファン撃を差し込みたい、そういう狙い。しかしホタル側はうかつに隙をさらさない。しっかり空中投げ、ここで射状態コマンド投げを通す。これでドンファン側 TOP がなくなって体力が若干厳しいが、ここでしっかり透かしてスーパードーム反逆2回当てていく。ここからさらに封鎖陣の追撃。さあ、これで体力ほぼ5分。このラウンドを来ないと負けになってしまうドーム反逆は何とか取っていきたい。さあ、これ主張客差し込み、しかしクリフレーム。さあ、これで連撃手しっかり投げは抜ける。これは素晴らしい反応。残り時間短い。ホタル側守りの構え、最後は攻守だ。これは素晴らしい。まず先鋒戦制したのはゴンちゃんホタル。すごいっす。いやー、すごいっすね。はい、勝負です。では CPU 戦が終わるまでしばらくお待ちください。はい、いや、高集団の使い方が非常に良かったですね。あの技は相手に当たると跳ね返ってちょっと空中に浮き直して、その後に固めだったりとか連撃手での逃げだったりと多彩な選択肢が取れるわけですね。単純に技単体で見ても下方向に判定が強いので、まあ、かなり相手からするとやりづらい技となってますと。超低空で当てると、はい、跳ね返らないんですね。跳ね返らないんでそのまま地上技につながるんですよ、はい、ただあれ別に中段でも何でもないんで。そうですね、はい。では、続いて対象同士やっていただきましょう。まあ、続いて出てくるのが 1P 側田村さんのマルコ、 2P 側が順郎さんのガト。まあ、マルコ側は TOP 先頭の配置、ガト側はまさか。まあ、マルコはガードにかぶせて、しかしここでガーキャンのフーが繰り返していく。ガト側フーが線が出し切っていく。これでマルコの TOP を切る。あ、ここでしっかり D 投げ、画面端に追い込む形。これはガトーペースの試合か。しかしマルコ側ここから1ゲージ作ってまだ分からない状況。しゃがみにダウンを取る。しかし様子見、一触即発、お互い触りにくい状況。あ、ここで光剣が引っかかってガトー側 TOP 消えてしまった。マルコ側はしっかりゲージを作っている。残り時間短い。どっちが触りに行くのか。ここで9が通ってゼロキバー。ヒットスは繋がっていなかったが、おそらくガード不能のタイミング。思い切って通していった。まず1ラウンド目取っていくのが順路ガード。このコンビがここで沈んでしまうのか。ここで D 投げ、ダウンジュースが入って金 D から壊し、ここで強く攻めていく。しっかり極限候補見えている。しっかりライガーから追撃。ズレッキは見えなかったが体力リードはガトー側。ここで EA 失速客追い打ちした後の極限候補。これは素晴らしい。
さあプレー光景バックスが出てしまった。ターミナってしまう。ジャストでしたかった。はい、ガローではよくあります。ジャストしようと思って引っかかってしまう。非常によくあります。ここでマルクはうまく通常投げを使って画面端にガトーが追い詰める。特殊技を裏切り見せにいく。空母を使った数線が絡まってしまう。しかし半額は金利のみ。これは安い。あ、これガード隠しガードくんもおそらくそのタイミングでゼロキバ打っていった。これは思い切りのいい。さあ依然ティーブ状態のガト、ああ極撃に対してガキャン。最後は振り向きジャンプ D からしゃがみ D。 これは素晴らしい。場内から拍手。いやーこれは素晴らしい、ね、大波乱ですね。これは月下勢の人間精度の高さを、はい、いやー素晴らしい、見せてくれたって感じですね。はい、いやーゼロ回戦から熱いですね。まさかの優勝候補一勝のこのチームが、はい、浜田さんと金子さんのチームがまさかのゼロ回戦負けと、はい、ちょっと意外でした。はい、では続いての試合に行きましょう。エフタニさんのグラントとナントさんのガトーのチーム、セカンド V さんのロックとケントさんのカインでお願いします。はい、4人とも お越しください。はい、ロック投げ悲しいですね。あ、エフタニさん、FA さんじゃないです、はい、失礼しました。はい、はい、エフタニさん、ナントさん、あ、台車通ります。道を開けてください。台車通ります。はい、はい、4人ともいらっしゃいますか。はい、ではじゃんけんして、後出しか席の方決めていただいて、はい、準備ができたら始めてください。お願いします。はい、はい、では続いての0回戦3つ目ですね、始めていきましょう。まず先方 1P 出てくるのがエフタニさんのグラント、 2P に出てくるのはセカンド V さんのロック、まあ、お互い青いから TOP セット。さあロックグラント、この組み合わせ一般的にはロックが相当辛い組み合わせ。でライジングタックル繰り返していく。さあお互いまだ TOP は守っている形。そこでロック側がグラント側の TOP を切る。バックダイクのジャンピー、横にリーチの広いジャンピー使ってグラント寄せつけない。でコンパンコンパン、しかし逃げてなかった。エンゲティには繋げず、あグラント側ダッシュ A を駆使していく。でロックはハードエッジをガードさせて若干めり込んでしまったためエンゲティにもらってしまう。あーガードクラッシュマジか、これ割れてしまう。しかし追撃が安くてまだ助かった。でレイジング当たっている。最後はジャンプ D、 おそらくめくり。まず1ラウンド目セカンド V さんのロック、あ台車通ります、台車通ります、道を開けてください。台車通ります、台車優先でお願いいたします。はい、ケントさんのその掛け声がすごいですね、いいですね、はい、はい、チーム戦なんでお互いチームメイト応援しましょう。あ、ここでレフ拳、あ、画面端グラント側がロックを追い込む。1ラウンドと似たようなこの展開。あ、しかしロック側は負けていない。うまく相手の技の隙にしっかり通常で振っている。あ、しかしこの技をガードし続けてしまうとガード対決が削られ、ガードクラッシュが待っているが、これでエンゲティン、あロックはこのゲージどこで使っていくか。あグランドがあとは守るだけ。おっと小足が入ったが、最後は垂直のジャンプに魔壁でしっかりゲージ回収。これで1ラウンド取り返すエクタニグラント。まず開幕強調陣先制パンチを当てたのはグランド側。ここで AC、 その隙にシャインナックル、あダメージ奪ったがグラントの防御力の前では TOP を消すには至らなかった。ここでロック側セイタイ連続技もらってしまい体力リードを広げられてしまう。さあ果敢に攻めていく。
かしグランドが依然 TOP、 ここで珍しい通常投げが入って、まず最初の試合制したのがエクサリさんになります。おめでとうございます。惜しかったですね、はい、いやめちゃくちゃガード硬くて本当にいい、ね、いい動きでしたね、はい。まあ、基本的にガードクラッシュは怖いんですけど、画面端に追い込められたらもうひたすらガードで耐えるってもありですね。基本的にガロはそんなにラッシュ長く続くようなゲームじゃないんで、はい、耐えてれば最低はどこかで技を差し込むことができますと。ジャスト2にすればガード耐久値を削られるのに済むので、まあ、ジャストを思いっきり入れ込んでおくのもいいでしょう、はい。さあ続いてですね、大将戦 1P 側出てくるのがナンズさんのガト、 2P 側がケントさんのカイン。さあ TOP パイチ真ん中と、こう最後、おっとカイン側 TOP 最後の配置、さあこの最後の TOP の配置、体力3分の1になっても気が抜けません。はい、今ゲージを持ってると6割7割当たり前で体力を飛ばしてくる。ここでしっかりジャンピーから着地キャンセルを使ってゼロキバーをつないでいく。クルーキャンを使って再度ゲージを貯める。ガト側この体力リード、さあ理想的な展開としてはカインの TOP ギリギリで何度かゲージを貯めて相手の TOP を入れずに倒したい。さあここでガトが TOP 逆に美味しいか、この展開いい体力調整。ここでジャンプ D、 しゃがみ D、 若干距離が遠いと判断してしゃがみ D で安定ダウン。さあカイン側残り時間少ない、若干焦る展開。ここでシュワルツ・ステュース TOP アタックガードさせる、ガード耐久値を削りに行く作戦。さあここでタイムオーバー、これはガト側守りきって素晴らしい判断。最近ナンさんのやり込みが素晴らしいんですよね。はい、ナンさんは毎回ガトをやって判定点をミクシーにすごい長文で書くんですね。あれは強くなるわと、多分一番やる気があるんじゃないですかね。やり込み理由がムカつくからというね、面白いガロをやっててムカつくからやり込むと。ここでジャンプ D、 ハイカーがガトー側を画面に押し込む。しかしここでジャクのパンツァー、その隙にゼロキバー反撃射撃、TOP が入らせていいですね。さあこの体力調整素晴らしい。ここでコウガでカインが TOP、 おっと TC モネに対してゼロキバーおそらく出そうとした。しかしここで画面端に現在版のティムステーレ美味しい割れ方、ここでランテ5番ランテ、これが強い、抜けられない。最後はフレーム、カインがゲージを回収しつつラウンド取り返す。さあここでジャンプ B とランテが相打ち、これランテブレイキングからパンツァー、まあ、このランテのブレイキング精度素晴らしい、これミスらない。パチエからランテ、さあガト側ガード耐久値が削られてしまった。ここでゼロキバン付きに潜在版のキミステレ、しかし両打先シフトコンビネーション、いやこれでダメージを奪われ、あっという間に取り返す。さあこれで1-1になったので決定戦乱入して始めてください。あのカインのラッシュは本当につらいですね、画面端に、はい、あの空中でジャストでしのごうとしても立ち絵ランゼとか混ぜられてしまうと大体崩れてしまいます。さあこれで決定戦の試合、ワンピガーエフカリさんのグラント、ああはいはい大丈夫です、はいはい。あここでカイン側ランゼ通していく、あグラント側何度かゲージを貯めたいがこのフレームがあるため浮かずに砲弾が打てない。ここでランゼファンザー、あカイン側うまく前を取っていく、ここで一気に画面端に詰めていく。カイン側グラント側何度か逃げたいがランゼが止まってしまう。ここで強調から飯を出していったがジャックの方の派生、カインが冷静に技を差し込み1ラウンド目ケントカイン、あドルボイスの AC 引っかかる、あランゼから相打ちでもパンタが入ります。ここでコパンコパンからエンゲツにしっかりと相手の TOP を削り取っていく。ここでガーキャンのランゼ受け身不能のキミステで確実に置き目ができます。さあここで円結に打つがカイン側しっかりジャストディフェンス取れている。カッカの投げ、さあ
このラウンドも回転数グランドが攻めるしかない。ここでデーレンとフレームが襲いかかってくる。で今日の5段階ヒット、あグランドがまだ諦めていない。最後はデーレンを打って、その隙にと技を振った隙にデーレンが刺さり、勝ったのがこちらのチームですね。はい、セカンド V さんとケツさんのチームになります。おめでとうございます。長いですね、まだ0回戦があります。では0回戦4試合目いきましょう。りょうさんのケビンと、月うさぎさんのグラント、つぼプラスプラスさんのグラントと、ディーブラさんのジェニーでお願いします。そして台車が通ります。台車通ります。道上げてください。ダブルです。はい、ちょっと台車が交錯します。りょうさんと月うさぎさんいらっしゃいますか。はい、ではそちらのお二人とじゃんけんお願いします。はい、いや台車と台車が通るって珍しいですね、なんか向こうの店舗側の方と、あの外の搬入エレベーター側から台車が来てすれ違ってましたけど、家庭用の画廊はできたら箱丸がいいですね。箱丸の画廊はトレモにちょっとね問題はない、全くないんですけど、画廊PS2 版の画廊のトレモはちょっと問題があるんですけども、はい、